はい、ラジオネームポジティブファイターナナコポさんから、うん、我が家で起こったクスッとした話を聞いてください、はい、ある朝兄が仕事に行くため玄関に向かった時のこと、寝癖を直しておらず髪の毛が跳ねていることに気がつきました、うん、ところが急いでいたためか兄がとっさに手に取ったものは玄関に置いていた消毒液手になじませ髪の毛につけて出ていきましたが、はい、見送っていた母は一瞬の謎の出来事に笑いが止まらず兄のおかげで平凡な朝が少し明るくなりました。はいはい、有岡君、高木君は家族やメンバーの不思議だなと思った行動はありますか。面白いですね。消毒液、でも気持ちわかる、うん、でやっちゃうかもしれない。めちゃめちゃわかる。僕はね、なんとか今のところ思いとどまってるけど、いつかやっちゃうと思うわ。まあね、悪いもんじゃないからさ、うん、それで直せるならっていうか、まあ、寝癖だったじゃないですか今のね、うん、僕らって結構さ、やっぱさ手洗ったりするとさ、うん、そのまま髪の毛触ったりするよね。する。なんだろうねあれね。する。俺もなんか何やってんだろうたまに思っちゃう。別にね、洗ってさそのまま髪かき上げてそれで拭いてるみたいなさそうそうあるよね。うん、するんだよね。いや気持ちすっごいわかる。うん、これ多分男子わかると思う結構、うん、いやってなるもんね、うん、消毒液でも。いやでも本当はね手消毒してるわけですから本当は良くないのかもしれん。確かにね。し髪の毛にももしかしたらその消毒液が良くないかもしれん。まあ痛むっていう人はうん、いるだろうな。あんまりよろしくないのかもしれん、うん、不思議だなって思った行動か。家族の家族、うちのね母ちゃん僕の母ちゃんがですね寝てる時によくね、うん、手をね天井の方に伸ばしてましたね。怖っなんだろうあれ、なんか前習いみたいな感じ、前習いしてたんじゃない本当に夢の中で、うん、学生に戻ってさ、うんうん、よくやってましたね。なんか本当だからお昼寝してる時とかも無意識にかとこうね手をよく上げてましたねこうやって。へー、あれ不思議でしたね。ないな。さあ高木さんの番。俺の家族、僕はもう出した。ないな、本当にないな。あ、だからねきっとあるんだけど、不思議なことなんだろうけどね、当たり前だと思っちゃってる可能性があるよね、うん、今こう不思議なことってなんだろうって思ってねこう思い出そうとすると難しかったりするんだよね。そうなんだよ。